大阪市住吉区では10年ほど前から一部の住民がハトやカラスに大量の餌を与えその糞やゴミなどが問題となっていました近隣住民は今年9月悪質な餌やりに対する罰則付きの条例の制定を求めていて市も動き出していましたあれはね動物愛護じゃありませんあれはもうあの自己満足えきちっとルールを設けて 周辺のあの生活環境を守りながら動物愛護が実現できる体制を作っていきたい条例ではもし改善命令などに従わない場合は5万円以下の罰金が課せられることになりますこの条例は来年3月1日から施行されます